家に帰ったら、両親が喧嘩してた。どうも父が犬を飼いたいと言って、母が反対してるらしい。頼む、ちゃんと面倒見るから、毎日散歩に連れて行くし、時々は風呂にも入れるから。そんなこと言って、世話をするのは最初だけで、すぐに私に押し付けるんでしょう。小学生かよ、父。でも、犬、いいな。大型犬なら、ゴールデンレトリーバーか黒ラブがいいな。ジャーマンシェパードにも惹かれる。柴犬もいいよね。小型犬なら、ミニチュアダックスがいいな。犬のことを考えながら二人の喧嘩を聞いてたら、姉が帰ってきた。お父さんとお母さん、なんで喧嘩してるの？お父さんが犬を飼いたいって言って、お母さんがダメだって。姉は大きな声で。そうだよお母さん、犬はダメだよ、猫を飼おうよ。と、両親の喧嘩に参戦した。いや、飼うなら犬だ。ダメよ、猫を飼ったら家が痛むでしょ。猫かわいいよね。なんて泣いて足にスリスリしてきたり、膝によじ登ってきたり。もふもふで柔らかくてあったかくて、猫いいなぁ。友達の猫は一緒にお風呂入ってくれるんだって。あれ、羨ましかったんだよね。両親姉はしばらく言い争ってた。そして母が妥協して。じゃあ、ハムスターならいいよ。しかし父も姉も譲らず、犬対猫対ハムスターで争ってた。ハムスターボールで部屋の中をコロコロと移動するハムスター。いいなぁ、かわいいなぁ。回し車を回すとことかみたい。犬猫ハムとのキャッキャウッフを想像して幸せな気分になってたら、気がつくと両親姉がじっと私を見ていた。私ちゃんは、何を飼いたいと思う？全部。と、答えたら、三人全員から叱られた。ゲセヌ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。